事務アシスタントのさきたです。早速中を案内していきます。よろしくお願いします。ここは主に引き取ってきて就労支援事業所の利用者さんがもう洗った後のもの、ね、そうですね。せっかくなんでじゃあちょっと中も見させてもらいます、はい、購入しに来られる方っていうのは大体おいくつぐらいの方が多いですか？ざっくり中高年の方が多いですか、はい、なるほどなるほど。あと外国人の方なんかも結構買いに来られるんですか？あ、そうですね。ここは店頭なんですけど、こっちに行くと就労支援事業所の方に。あ、そうです、ね、はい、では入らせていただきます。ここでは今まだ店頭に出す前の洗いでき押されてないものが置かれてるんですかね？そうですね。はい、はい、こういうのまずきれいに拭いて店頭に出せるようにするようにやってらっしゃるんですね。はい、はい、でここではだいたい主にどういったものを扱ってらっしゃいますか？ここは洗い終わった冷蔵庫をこちらに並べて乾かしている状態ですね今。はい、棚とか家具が置いてあるんですね、ここはね。そうです、上はソファーです。あ、上は綺麗ですよ。上もちょっと案内していただきます、はい、すごいですね、椅子とテーブルがいっぱい並んでるわけですね。リサイクルージェでは搬入搬出をするスタッフを募集しています。ぜひご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お名前が山本さん。そうですね、山本です。はい、この辺にお住まいですか？そうですね、僕は東大阪なんですけど。あ、じゃあ近いっちゃ近いですね。そうですね。普段はこういうふうに搬入搬出作業されてるんですね。そうですね、普段はそうですね、片付け、まあお客さんが来たら対応もさせてもらったりとか、あとはもうそうですね、常に整理整頓を心がけてちょっとやらさせてもらってます。未経験の方も丁寧にフォローしますので、皆さんどうか気軽にご応募ください。